メゾンビ TV、まあ、もちろん全体の背取りとかは後々考えるとして、今回ソロみんながざっくり何やるかみたいなのを自分のことで1回でも出るか、それは出しつつ、やっぱ今まで煽りがメインでリリーベとかリリパンがやってきたところを、一切誰もなんかバレがっていう画を出さないで一個のショーを作り上げられた、まあ、我慢じゃないですけど引きつけるっていう方を意識してみんなできたので、それはなんかやっぱストーリーを作る上では大事だったのかなっていうか、客観的な視点で見てもらったりして、うん、なんか自分たちの表現の幅をちょっとなんか視野を広くできたというか、うん、いつもより、そう、一緒に踊ったりとかして、そう、うん、っていうのがあったんで、なんか練習方法としてなんか新しいのができたりして、うん、よかったなって思いました、うん、はい、そうですね、いやもうちょっとネガティブだな感じがしますね、道が良かったな、道が良かった、道が良かった、それはまあ、それはまあ、なんか自分のなんか弱さを知りましたね、知れたのは、いいことだ、いいことだ、いいことだ、知れるのはいい、知れるのはいい、己を知るというポジティブ例えばあの自分たちが新しいイベント出るってなって、なんかここ、この曲をこのイベントやったらより深く聴いてほしいから、ここのイントロ伸ばしてこういう風にちょっと作ってやってみようみたいなのが今後のイベントとかでできるって慣れたのはめっちゃ収穫やなと思って、うん、引き出しが増え、引き出しがなんか増えた、同じ曲でもパフォーマンスの言い方がね、盛り上げに行くとか、店も行くとか、何パターンかできてたり、あとあれじゃない、首のさ、あダンス基本、気づきが、あそう、言えない、言えない、カメラの前じゃ絶対言いたくないんですけど、まあ、めっちゃ揃いやすい秘訣を見つけたんで。企業秘密。企業秘密。ボリューム1は、自分たちの楽曲をこのストーリー仕立てでお送りしたんですけど、ボリューム2は、個々にフォーカスして、ソロパートを設けます。Wow.Yeah. I say wow. So we can find another way, the good way. So, もしかしたら押し変わっちゃうかもしれないよっていうやつだね。すごい鮮明に聞こえた部分が。一箇所だけめちゃめちゃ聞きたくちゃわかりやすいんですけど、これいいぞ。ボーイズグループのダンスとかとちょっと違うダンスをジャケットとか使って、なんか最後ハット投げるじゃないけど、なんかそんな。なんかその自分がもともとそのダンサーだったわけじゃないですか、うん、なんかそのダンサーからアーティストになるっていう、うん、そこの一つのストーリーを好きで聴いてくれる人もいるんで、うん、それをちょっとリミックスしてなんか歌が好きみたいなこと言ってくれる人が多かったんで、うん、普通のガチのラップで一曲自分のラップで踊るっていうのあんまり出たことないな、軽くノリはあると思うんですけど、ガッツリ踊って人みたいなと思って、あの全く違うことをしたいなと思ってまして、あの今ケンザさんに言われたボイパをちょっと練習したよ。おお、まあ、そうなんだ、ボイパとかビートボックスって言いたいけど、ビートボックスで、ビートボックスとしてはビートボックスですね、ビートボックスできる人がいたら、まあ夏なんでめちゃ夏好きなんで、なんか夏の準備っぽい曲をちょっと普通にやりたい自分は、まあ、弾き語りか、うん、逆に洋楽とか K-POP、まあ、韓国の新曲を作ろうと思って。なんと、来た来た。やっぱりみんなに歌詞を考えてもらう。で今からその曲を聴いてもらう。メゾンビ TV。